今ね、1時半なんですけれども、まだコロナ検査の結果が来ず、まだチェックアウトしておりません。そしてお弁当まで届いたので、最後のお弁当をいただいて帰ろうかと思います。もうね、荷造りしちゃったので、ランチウォーマーとかもうスーツケースに入れちゃったのでね、最後の最後は冷えたお弁当をいただいていこうかと思います。いただきます。わー、最後のお弁当はハンバーグでございます。ハンバーグにオムレツいただきます。そしてチキンね。じゃあこれが最後だと思うと、ちょっと少しだけお名残惜しいというか、いただきます。冷たくても大丈夫です。先ほど無事に、陰性の連絡が来まして、これから対処してくださいということです。お世話になったこのお部屋、もうこの部屋着着まくってましたんでね。そしてちょうど、箱根駅伝の方も続々とゴールインフィニッシュしているので、私も飛ぶ鳥跡を濁さずで、このねルームキーとの体温計をね忘れずに、ゴミは外に出してということで、私も無事対処いたします。はい、ではついに対処いたします。6日ぶりですよ、6日ぶり。じゃあね、はい、じゃあ対処します。こんな感じで、皆さんすごいの。出ました。すごいでしょ。ということで、これから、羽田空港に向かいます。で、羽田空港ここなんですけどね。行ってきます。ああ、私の部屋はあそこだったんだ。歩いた方が早かったよ。まあ、しょうがないね。着きました。到着ロビー着きました。ですね、バスを降りたら本当にその場で解散。なんかこのまま誰も見てないので、公共交通機関使ってしまう人もいるんだろうなっていう感じです。いや、私はわざわざ群馬から、母が迎えに来てくれるんですけれども、ほら、だってこれだってモノレール乗って行けちゃったよ、変な話。まあとりあえず到着ゲートで、家族の到着を待とうと思います。はい、いやー、これこんなに水際頑張って公共機関使わないでくださいって言ってる割には、こんなにナーナーじゃダメじゃないみたいな感じですけど、超びっくりよ。私だってこのまま、はいお疲れ様でしたってバス降ろされて、そのままモノレールとか乗れちゃうもん。だって誰も何も確認してないし、まあ6日間確認して陰性出てるからね。とりあえず家族が迎えに来るピックアップのとこで待とうかと思います。はい、あ、後ろだよ、あそこのところちょうどね、到着ゲートのところで男の人たちがすごい待ってると思うんですけど、あそこで入国済ました人たちがずらずらずらっと並ばされて、思い出した、
このエレベーター、あ、じゃあ向こう側のエレベーターに乗らされて、バスに、そう、6日前、乗せられた、乗せられた。ああ。ちょっとデジャブーだわ。あの人たちは今到着して、これから隔離のバスに乗せられるんだわ。